部品を選択し。矢印。アニメーション設定。マウス操作を。クリックで月へ中押しで実行。画像効果を。スクロール選択。スライドを5秒へ移動させます。閉じる。クリックで部品がスクロールしました。同じように、テキスト文字もスクロールができます。